はい、こんばんは。兄弟児映画プロジェクトのライブ配信を今夜もお送りしてまいります。皆さんいかがお過ごしでしょうか？映画のコープロデューサーをしております、秋間早苗です。今日もよろしくお願いいたします。はい、というのでね、今日はですね、なんとゲストを迎えての回となっております。早速にですね、このゲストの方をお呼びしたいんですけれども、概要欄のね、お送りしたんですけども、元アップルでいらっしゃって、エンタメと IT と NPO 活動だと、本当にたくさんの、顔を持つ、レジェンドな方です。この回をぜひね、盛り上げるためにも、皆さん質問などありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。で、アーカイブで見る方も、ぜひ、感想などありましたら、コメントください。はい。あ、早速にこんばんはとありがとうございます。はい。それでは、早速にですね、もうゲストをお呼びしたいと思います。今日のゲスト、梅沢元彦さんです。どうも、こんにちは。はもい。う、冒頭から秋間さんがいろいろ噛んでくれたので、ちょっと気楽にスタートができてよかったです。よ感ろじしくのお通願いり。します、今日は。はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そう、今日はですね、なんと、複数の顔を持つレジェンドの梅沢和彦さんなので、結ち局、ょっとさ、いろいろ大げさだよね。なかなか今時レジェンドも言わないよね、なかなか今時ね。はい。チームメンバーの一人がですね、これはレジェンドだったので、告知にどこ、書かせていただいてまして、はい。ありがとうございます。はい。なので、今日はね、どういう、活動されてるかも、この後にすぐにですね、ご紹介に入りたいなと思います。本日のテーマ、パチパチと来てます。ありがとうございます。ね、本当、梅沢さんに、夜分にお越しいただいて、本当嬉しいです。はい。そのありが梅とうございます。沢、はい。梅沢さんのね、今日の話題っていうのが、エンタメを通じた社会貢献ですとか、新しい社会づくりってどうするんだろうというところで、エンタメかける社会貢献っていうところを今日はテーマにお届けしたいなと思います。で、そのね、この話題に梅沢さんをお呼びした理由を皆さんにも、伝わっていただけるようにですね、どんな活動をしているかっていうところで、少しご紹介ができたらなと思います。ちょっとスライドをですね、表記させていただきますね。じゃじゃん。はい。まずは、こちら。これが、どのお仕事かってご紹介いただけますか？まあ、これが私の一番の本業の、ムーンファクトリーという会社をやってまして、IT に関わるあらゆるビジネスとか、そういったことをワンストップでやる仕事をやってます。い。ね、本当に、素晴らしいチームの方々がいらっしゃって、このスマホ系のお仕事から、本当に IT といえばというバックグラウンドの話、バックヤードの話からフロントの話まで、本当にたくさんのお仕事をなさっています。で、私たちも、いくつかのプロジェクトでご相談させていただいて、具体的にね、ご一緒させていただいている案件もあって、本当にあありりががたとうく。ございます。はい。で、ままあ、ず、この会社はね、僕はこの会社立ち上げる前は普通に、勤め人をやってたんだけど、まあ、大学出て一番最初に DEC という、外資系の、会社に入って、で、DEC って、まあ、今の HP って会社わかるかな？ヒューレットパッカードの前身だった会社で、で、僕がいた部署は、基本はデータベースっていう、僕がいたチームのメンバーがスピンアウトして、オラクルになったあの前身がDEC の RDB 部門なんだけど、まあ、そこでちょっと僕はずっと技術者をやってたのね。で、まあ、その後、ちょっと流れで話しちゃうと、まあ、その後僕は Apple っていうところに行って、マーケティングをずっとやっていて、で、Apple をとにかく日本国内で、イメージ良くしていくっていうことをちょっとやっていたので、テレビドラマにいっぱい貸し出しをしていたんですよ。アップルを。だから、2、30年前のテレビドラマって結構アップル製品がトレンディードラマの主人公が使ってたりとか、家行くとアップル使ってるとかっていうのがちょいちょいあったと思うんだけど、まあそういったことをちょっとやっていて、ちょうどなんかテロップ出していただいてありがとうございます。まあそういった中で、起業して、ムーンを作ったんだけど、このまあ今出してもらってるこのムーンファクトリーって IT 全般やってるけど、一番最初の立ち上げの時って、そのアップルの時の仕事の延長があったので、テレビドラマで使われる、
コンピューター美術みたいなことを始めたのね。へえ。で、それがものすごい当たって、一時期の、そう、コンピューター美術ちょっとピンとこないかもしれないけど、例えば、ショムニットドラマがちょうど25年ぐらい前やってて、ショムニってこう、オフィスの風景がメインなんだけど、そこでこう、まあ、シナリオで例えば、石黒さんがこうパチパチ打ってると、こう文字にこう、文字がこう画面にこう、シナリオ通り出るみたいなことがあったら、まあ、それをこう、なんつうのかな、こう、キーボードが打てない人がパチパチ打ってもちゃんとシナリオ通りに画面に文字が出るとか、例えばそういうものを作って現場に持っていくっていう仕事を始めたので。それがちょっと、ここで言うムーンファクトリーの一番最初はそういうところからスタートして、今に至るということなんですね。そうだったんですね。もともとにその IT の分野で技術をされたところからの、Apple のご経験から、エンタメにちょっと関わるお仕事になってたんですね。そう、だからね、そこが結構僕にとってのエンタメのスタート地点で、やっぱりドラマの現場に僕らも行ったので、演者さんとも仲良くなるし、ディレクターさんとも仲良くなるし、で、僕は、ショムニにおいては、こう、なんつうのかな、役もいただいて、役者もやってたんだけど、海外事業部長部の役でちょっと出ていたんですけど、まあなんか、そんな風にいろいろと、まあいわゆるエンターテインメントみたいなことをもやらせてもらいながら、まあムーンを、まあなんとか船出をして、今に至るって感じですかね。そうだったんですね。ドラマショムニー大好きでした。で、実は出られてた。本当に知ってんの？もちろんです。カッポして、なんだ、はしごを持って。あ、それ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 。でも、あの時期のテレビドラマのほぼ9割ぐらいは、ムーンファクトリーが、なんていうのかな、コンピューター美術みたいなものをやらせてもらってたんで、結構、皆さんが見てたドラマに僕らのものが出てたかなという気がします。いやー、これ初耳でした。いろいろと伺ってましたけど、そんなにも石鹸というか、もう数あるドラマのコンピューター技術といえばムーンファクトリーだったんですね。そうね。でも今やっぱり AD さんもパソコン使えるようになってきちゃったし、まあ、時代の流れとともに、ちょっと高度なものしか僕らやらなくなっちゃったというかね。高度っていうか、こう、ちょっと普通じゃ作れないような画面は依頼来ますけど、簡単なものはもう来なくなっちゃった。へえ、そうなんですね。もうコメント欄にもすごいですよ。ショムニー見てました。気づかなかった。知らせ、知らせっていうニュースに皆さんびっくりされてます。そうそうそう。確かにテレビのドラマでね、かっこいい主人公の方々が仕事で使ってるパソコンが Apple マークついてたりとか、ね、お部屋に、そのスケルトンの、アップルの、ね、デスクトップを置いてある。そう、よく覚えてる。そういうやつ、そういうやつ。なるほど。いや、もうそのあたりからエンタメのところと IT とっていうので、フィールドが重なってらっしゃったんですね。そうですね。そこから、でも今、活動をご紹介で今、いくつか実は、まだお見せしてない、ウェブサイトがあるんですけども、これに至った、この次の展開というのをどういった形か教えていただけますか？これに至ったは何だっけ？ですね。ムーンファクトリーで。ムーンファクトリーからなんと、たくさん NPO のご活動してるっていうので。もうその頃からちょっとね、いろんなことに手出しすぎちゃって、まあ、社会貢献っていう意味合いもあって、こう、チャイルドラインっていう、まずその、18歳までの子供が、まあ、かける電話って、ここ書いてあるけど、まあ、子供たちの声を年間に今20万件の電話を、こう、ボランティアさん、全国2000人ぐらいいるボランティアさんで受けて、で、まあ、子供の居場所をきちんと作っていこうっていう、そういう活動を始めたんですね。で、今年の夏まで代表をやらせていただいていて、今年の夏で代表も入れ替わって、新しい方に今やっていただいてるんですけれども、まあ、こういった活動をやらせていただいたり、あと、そのちょっと隣にある、病気の子供を持つお母さんを、元気づけていこうっていう、ちょっとこういう新しい NPO を5年ほど前に、またちょっとメンバー、仲間たちと一緒に立ち上げて、で、今ちょっとこれをとにかく大きくしていこうと頑張っている
ところですね。すごいですね。このね、子どもたちに向けてのいろんなこうセーフティーネットといいますか、なんとかできるか、できないかなという活動が多いんですけども、こういった分野の社会貢献の中でもこういった分野になったって、なんかご理由あったんですか？これはね、全く何もなくて、もう流されるままにこう与えられたものをやっていたらこうなってしまったというところなので、チャイルドラインは本当に立ち上げの方が本当に素晴らしい方がいっぱいいらっしゃって、まあ、そういった方々が作り上げた、まあ、立ち上げた組織をちょっとお手伝いをさせていただく中で、少しずつちょっと僕のできることをも協力させていただいて、今に至るというような流れですね。で、まあ、僕自身は子供がいないので、あまりその子供に直接日常の中でこう接することってあまりないんだけれども、ちょっとさっき言ったみたいに与えられたものをしっかりやってたらこうなっちゃったということかな。でもそれは僕の中ではね、結構それで良かったなと思ってたりもします。なんかひろこさん、実はね、ひろこさんのご紹介で、水沢さんとのご縁があるんですけども、はい、ひろこさん、お片付けのひろこさん、子供が入院した時の付き添いの、私の食べ物がなくて大変でしたってありますね。もう消えてもらって、前にもう少しだけご紹介いただけます？今、ひろこさんが書いてくださったように、今、病気の子供さんがいらっしゃるお母様って、その病気に、病院につきっきりな状態になること多いんですけれども、子供が寝る、まあ、ベッドはあっても、お母さんが寝る場所っていうのがなかったりするので、もう本当に横の椅子で座ったまま眠るとか、まあそういったことを毎日ずっと続けていかなきゃいけないということで、ものすごい辛労もあるし、まあ大変な状況だったりするんですね。なので、まずはその、お母さんが笑顔であるってことがやっぱり一番大事で、その子供に何かをしていく、その病気の子供をケアするっていう NPO は実は日本いっぱいあるんだけど、そのやっぱりお母さんを頑張ってっていう NPO があっていいよねっていうところからちょっと僕らは立ち上がったので、やっぱりお母さんが笑顔だと子供も笑顔になってくると思うんですよね。なので、まあそういった活動を今、この団体ではさせてもらっております。そうだったんですね。ひろこさん続けてビビベッドの中で一緒に寝ましたと。まあそうなっちゃうよね。そうなんですよ。で、それ今もそうなんですよ。で、特に今コロナっていう状況もあって、その子供に会えないお母さんっていうのも今山ほどで、面談ができないっていうことで、本当に数ヶ月、全く会えない状態っていうこともある。で、今ちょっとそれについてはソフトバンクさんとちょっと協力をいただいて、オンライン面会ができるような仕組みをですね、いろんなお母さんに提供できるようなことを今やってますので、ぜひちょっとホームページも見ていただいて、まあ、そういった状況にいらっしゃるお母様にちょっとそういった活動もご紹介いただけるとありがたいです。ありがとうございます。ね、後ほどにちょっとこの、リンクをですね、概要欄に貼らせてください。この、キープママスマイリング、ぜひ、周りの方々にもね、お母さんで見てる方もいらっしゃると思うので、周知いただけたら嬉しいです。いやー、それに加えてもう一つご紹介したのは、この、日本スマートシニア協会も携わってらっしゃると伺ったんですが。まあ、携わってるというか、ちょっと面白いから作ってみただけなんだけど、最近やっぱりご高齢の方にどう IT を使っていただくかっていう提案を作ることがすごく多くなったので、まあ、僕自身ももう、まあ、初期高齢者みたいなもんで、今53なんだけど、もう物も見えなくなってきたし、スマホもやっぱこのぐらいの大きさだと字が見えにくくなっちゃって、でやっぱりお年寄りが使うその IT のツールと、若者が使うものってやっぱユーザーインターフェースの作り方も変わってくるし、そういったことをもうちょっと深く研究していく組織があってもいいんじゃないかっていうところで、この協会を、去年構想があって今年立ち上げて今年からスタートした協会なんですね。なのでちょっとここも今年来年は頑張っていこうかと思っています。
なるほど。でも本当にね、今皆さんね、びっくりされると思うんですけども、アップルにてとかドラマにね、使われる、アップル製品をプロデュースされてとか、そういう企画をね、された上で、またそのムーンファクトリーという IT の企業を立ち上げられて、そのね、IT の分野でもお仕事が、たくさんにある中、NPO、の立ち上げ、またその成長の伴走されて、さらにはそのムーンファクトリー運営会社って、この、ね、一番下にも書かれてましたけども、はい。そのお仕事を通じて見えてきた課題に対して、またそれをまた社会活動にしていくということをなさっていて、本当にね、皆さん、私たちがこの複数の顔を持つレジェンドと呼ぶのが大げさではないことが、そうあるんじゃないまあ、か大げと。さだけどね。大げさだけどね。でも、ありがとうございます。本当あに。りがとうございます。で、そんな、そのメザンさんに、私たちのこう映画の活動、また映画を通じた、その新しい当たり前を作ろうという活動に対して、すごく、応援をくださって、本当にありがとうございます。ご支援もいただきまして、この私たちの活動が、メザンさんから見てどう見えるのか、どう目に映るのか、そのあたりをぜひ教えていただきたいなと思うんですけども、いかがでしたでしょうか。僕、まず、キーワードで出てきていた、インスパイアラーズっていうキーワード。あれがもう僕、ものすごく、ドキュンと胸に刺さってしまって。で、まあ、ちょっと本当にこれ、最高の、まあ、なんつうのかな、活動だし、まあ、そのキーワードも含めて、まあ、広めていきたいなって、僕自身がちょっと思ったので、応援をさせてもらってるという流れですね。ありがとうございます。ね、このインスパイラーズ、どういった点がドキュンときたんですか？私がちょっと所属している、ロータリーっていう、ちょっと全世界規模の、慈善団体グループがあって、で、ちょっとそこの3年ぐらい前の全世界の、標語が、インスパイアになろうっていうキーワードだったのね。で、それは、その世の中を良くしていくとか、そういったことを、何をやるにしても、いろんなきっかけを作る人になっていこうっていう意味合いでのインスパイアになろうだったんだけれども、まあ、本体はアメリカなので、ごめんなさい、英語でどういう名前だったのか忘れちゃったけど、まあ、とにかく日本語に訳すと、インスパイアになろうっていう言葉だったんですよ。で、インスパイアになろうだとちょっとなんかあんまりピンとこないじゃないですか。人にインスパイアを与える人になろうっていう意味合いなんだけど、で、まあ、そこがずっと3年、4年、もやもやしていたところに、インスパイアラーズっていうキーワードをボンって美馬さんが出してきたもんだから、これ天才じゃないの？美馬さんと思って、それで、ちょっと僕が3、4年もやもやしてたことが全部こう吹っ切れて、あ、この言葉で僕も世の中に出していこうっていうふうに思ったので、もう純粋に本当に応援していきたいなというふうに思ったみたいなよね。ありがとうございます。ね、このすごいインスパイアラーズ、生みの親の美馬さんから来てます。インスパイアラーズという言葉が降りてきたときは、来たーという感じで、キラキラ。そうだろうね。僕もそう思う。ね、本当にインスパイアを与える人。ね、しかも互いにそのインスピレーションをね、与え合うっていうその世界観を私たちも共通のビジョンにして掲げているんですけども、ここに共感くださったからこその、ご縁だったということが分かって、私たちもすごく嬉しいです。わあ、嬉こしいれやっぱと。ものすごく大事でさ、例えば SDGs でも何でも、やっぱりいろんな人にこういう問題があるとか、こういうことを考えると世の中良くなるっていうことを伝道するというか、きっかけを作ってあげることってやっぱり今ものすごく大事だから、特に今回、兄弟っていうテーマでこの映画はできてくるわけだけど、そういったことも、ちゃんとこう、インスパイアラーズがいないと、一生気づかないで終わっちゃう人もいっぱい出てきたりするわけですよ。なので、まあそういった方々にもこういう問題があって、一緒に世の中を良くしていくために、まず考えようっていう、まあそういった存在が絶対必要なので、まあ今回のこの映画はね、ちょっとざっとストーリーも見たけど、とにかく映画がどういうふうになるのか今も楽しみだし、まあとにかくいい映画で仕上げてもらいたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ね、映画ができてから、それいいねっていう人ももちろんいらっしゃると思うんですけども、この映画を作る前の、こういった
ビジョンでこういうことやりたいんですっていう、まだ形のないところから応援くださっていただくっていうのは、本当に貴重な、話をいただいてるなと思うんですよね。なんかこう、見えない価値だけど、ありありとそれをなんかこう体感して、それいいじゃないかって、なんかこう、手を取り合えるってすごい最高な、私も人生のご褒美のようなご出会いをいただいてるなと思うので、本当に嬉しい応援です。ありがとうございます。こちらこそ。はい。で、そしてね、今日、話題の中心にね、ちょっとさせていただきたいのが、ちょっと後半最後、10分ばかしを使って、お話しいただきたいのが、エンタメを通じた社会貢献、もしくは、エンタメかける、その新しい社会づくり。このあたりの分野が、やっぱり語れる方として、また、ね、現場を作ってきた方として、やっぱり、梅沢さんのから見えてる世界で皆さん聞きたいと思うんですよね。エンタメと社会貢献の、この、組み合わせの可能性をぜひ梅沢さん視点でもお話しいただけますか？ね、エンタメの業界って多分、まあ、僕もちょっといくつかのエンタメの会社さんにも入らせてもらったりとか、ちょっと今日話してないけどいろんなこともあったりしたんだけど、なんていうのかな、エンタメの業界ってとってもキラキラ見えるけど、まあ、特に芸能って言われてる世界ってかなり社会貢献と対極にあるようなものが多くて、なんていうのかしら、ものすごくちょっとそういうところではもっと変わってほしいなっていうかね、残念だなと思うところもいっぱいあったんだけれども、うん、逆にちょっとそういう状況ではあるからこそ、今回の兄弟みたいなプロジェクトを通ってね、もしくはその新しい美馬さんとか秋間さん の、 まあ、存在とかで、まあ、新しいムーブメントを起こしてほしいなというふうにすごく思うんですよ。だから今まではそのものすごくそのさっき言ったように社会貢献の対極にあるようなちょっとエンタメって業界なんだけども、ちょっとそのそっちにこう飛び込んでいくようなエンタメをやってもらいたいなというふうに思うのね。で、実際あるんですよ、その社会貢献をやってるエンタメというのは過去もいくつかあるんだけど、これもねちょっといろいろ裏を見ていくとちょっと見せかけの貢献というかね、やっぱりビジネスが本当は前にあって、ちょっとその隠れ蓑で、社会貢献みたいなものっていうのもすごく多かったので、ある意味その真の社会貢献をやるエンタメというものを美馬さんや秋間さんにはやってもらいたいなっていう心底を持ってる。で、それに関しては僕も 100% 応援したいなっていうふうに思っているので、まあ、ちょっと一緒に頑張っていきましょうという気持ちですね。ありがとうございます。でも本当にね、この分野に対しての本当にこれまでのご実績ですとかも考えてきた、来られた、こう、積み重ねで言うと、もう本当に逆に私たち梅沢さんにいろいろと学ばせていただく立場なので、ご一緒させていただけたら本当に光栄です。エンタメ自体っていうのが、そうやってそのブラックな部分だとか、まだまだその社会貢献って言った時に、表面的な言葉に移ってしまう実態っていうのはあるかもしれないんですけども、やっぱりそこでエンタメが人を引きつける力だとか、こう、ぐぐっとこのね、新しい世界を見せる力だとかっていうのは、もう本当にパワフルだなって思うんですよね。私自身、美馬さんと私とでエンタメフライデーという、エルゼスティアプラスのね、ライブ配信も6ヶ月以上、半年以上やってますけども、日々紹介するエンタメに私たち自身がその人生救われたりだとか、新しいこう世界観、価値観に触れさせていただくっていう、エンタメに教わるものが本当多いなって、アウトプットしながら、いつも思ってるんですけども、この力の純粋なすごい力と社会貢献が必要な人を巻き込む力っていうところをうまく重ねることができたら、本当にね、これはすごいことだなと思いますし、私も大好きな映画の一つに韓国のトガニという、実際に、性犯罪がちょっとあった、その、ろう者の、目が見えない方々の学校の事件の、話。これの映画館について、主演のコンユさんが、兵役中に読んだその手記をもとに、いろんな方々に、話をして、まあ、実際の事件っていうのは、いろんな大人の事情でこう、もみくされたところがあったものを映画にしたことで、500万人近い方を動員して、で、その結果に法律ができてって、人が心を動かしてこれ何とかしないとっていうのをエンタメが引き起こして法律まで変えた事例っていうのがあるっていうことを
こういったことも、いろんな人たちが知って、うん、エンタメはその力があるっていうことを旗印に、またなんか手を取り合ったり、いろんな、ね、チャレンジができたらなって思うんですよね。ね、なんか早速になるの、ね、梅沢さんもチャレンジされるという話があったので、ぜひそのあたりもお話しいただけますか。ちょっとね、今新しいビジネスをやろうと思ってるのが一つあって、僕ちょっと通ってた小中高が、比較的ちょっと芸能の人が多い学校で、まあ、ホリプロの堀さんとか、バーニングの周防君とか、まあ、そのあたりがちょっと同級生だったりするので、ちょっと結構いろんなことが、お手伝いしてもらいやすいところに行って、で、なんていうのかな。今のその芸能の方々って、例えばね、まあ、一番ちょっといい例は、この間世界の終わりさんが、犬や猫の殺傷処分を、どうにか変えたいっていうことを言ったら、ものすごい人がこう、ポンと集まってきて、だから今までちっちゃな NPO さんたちが地道に頑張っていた、まあ、ほんと数年分のことを、あの人たち一晩で、ね、すごいこと やらかしちゃったわけですよ。だからやっぱり、エンターテインメントの力ってさっきね、秋間さんもおっしゃってたみたいにすごい強いものがあって、そういったパワーを持ってる人たちの力をお借りしてというか借りて、こういった社会問題があるんだよということを、露出をかけてもらい、でそれをこううまく、解決する策を作って、まあ、応援したいという個人の人と、あとこういう問題があるっていうことを宣伝してくれる、エンタメの人たちをガッチャンして社会を変えていくっていう、ちょっとあんまり細かいことまだ言えないんだけど、そういうものをこれからスタートしようと思っています。なのでこれはちょっと楽しみに乞うご期待ですかね。ね、ちょっとあ、このことかって、後ほどで皆さんも、なるほどってなる気が来るということで、あの時の話だったんだなって皆さんも思い返していただきたいなと思います。ね、これすごい楽しみな動きですよね。いや、でも本当、このエンタメのね、この、社会貢献につながる可能性っていうのは、多分皆さんそれぞれに、大好きなエンタメっていうのが少しずつ違うように、またいろんな可能性っていうのは私たちもまだ見えてないものがやりながらどんどん発見されていくのかなって思うんですよね。で、中でも今日もね、別の方とも話してたんですけども、まあ、企業の中で、なんかそういう、社会貢献ではないですけども、あ、こういう問題自分たちにあるな、それを超えるように、取り組みたいなっていうことを伝えるのに、あるね、有名な方が講演していくっていうのも一つの手だし、何か研修をするというのも手かもしれないですけども、何かみんなでじゃあ、こういう映画を見て、その映画っていう共通体験から、どんなふうにこう感想があるかっていうのを、まあ、いろいろこう聞き出すだとか、対話を生む材料としての映画だったりとか、まあ、このあたりも一つ可能性があるんじゃないかなということで、実はこの映画二人、あなたという光、映画自体もですね、そういった形で映画をきっかけに対話を生み、そこから、組織の中の、眼差しをね、質を変える、組織の質を変える、そういったきっかけにしていただこうという動きを、準備しております。ご関心ある方はぜひね、またお声掛けいただきたいなと思います。はい。いや、もう、コメントもたくさんいただいてありがとうございます。そうそう、トガニの話と、梅沢さんのね、新しいプロジェクト楽しみですよね。いや、すごいと、めちゃくちゃ楽しみです。コメントたくさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。という、もうなんか、あっという間の30分になりつつあるんですけども、はい。ね、このエンタメかける社会貢献といえばというところで、やっぱ梅沢さんのこれまでの、足取りといいますか、これまでやってこられたことって、本当にいろんな方がもっと聞きたいという話題があると思うので、梅沢さんにこんなこと聞きたいっていうことがありましたら、もう一回梅沢さんをちょっとお追い立てする、ためにもですね、皆さんコメントに質問をいただきたいなと思います。ねえ。ありがとうございます。はい。今日ライブいかがだったでしょうか、梅沢さん。いや、楽しかったですよ。楽しかったし、なんかちょうど30分だし、なんかシナリオができてるのかなぐらいの感じでかもしれないけど、これはもう本当に今、当てずっぽに2人でやってんだもんね。素晴らしいよね、なんかね。いや、皆さんのね、あとあれですよ、うん、ご質問もいただくのもいいし、うん、もしあれでしたら、Facebook でぜひ、つながらせてもらえればというふうにも思いますので。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、私たちの兄弟短編映画制作のプロジェクトにおいて、エンタメを通じた社会貢献という、このね、キーワードに、迫る会をさせていただきました。その中で、梅沢さん、ご出演ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、もう引き出し取るやという、梅沢さんの。どこを引っ張ってもたくさんの話が出る分、本当私はもうどんどん聞きたいことを聞くだけでいいお時間でした。いやいや、ありがとうございます。まあ、本当でも頑張ってくださいね。はい、もう応援してますからね。はい、ありがとうございます。はい、それではね、この今日の回はここまでとなりますけれども、はい、本当にたくさんのコメントとエネルギーありがとうございます。梅沢さんにまた最後の拍手で終えたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではおやすみなさい。失礼いたします。おやすみなさい。